久保さん。顔がやっぱ焼けましたね、僕、はい。今回、金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 で行きましょうか。はい。みんなの銀行、今日入っております。はい。4500円。 こう勝手に入ってますね過去動画から。過去動画から勝手に入ってますよ。まあ、今月ね、僕商品売るので、まあ、ちょっと控えてるんですけど、動画は。まあ、商品販売終わったら、またみんなの銀行ね、動画アップしていこうかなと思うんですけど。ようやくね、もうもう30万が上限なんで、あとちょっとで半分ですね。はい。でも今、報酬1500円で高いんで、年内上に行くかもしれないですね。わかんないですけど。うん。 そうまああのー、そうあのなんだ今その、えー、R のと R の思考っていうところでねアウトプットのトラっていうのを場所があるんですよでこれ今回その販売する特典で、ね、これ R の思考つけようかなと思うんですけどこの R の思考でもうすでにね受け取ってる人がねこんなコメントが今日はあ、入ってたんですけど、えー 思考の階層に動画ありがとうございます。途中まで聞,聞いて気づいていったのですが、私は Yahoo ニュースは NHK ニュースなので世界の動き、今のロシアウクライナの侵攻ニュースなので専門家の動画を見てしまったり、確かに現地の人たちは大変なんですが、私が今やるべきことは自分のネットビジネスをもっと時間を使うという基本的なことをやってない。これではいけない。自分が使える時間は有限ですね。というようなね。まあ、そのアウトプットがあったんですけど、まあ僕も見てますよ。 僕もき見てますし、はっきり言って僕の場合は、まあ、久保さんもそうですけど、暇です。時間にゆとりがめちゃくちゃあります。時間がゆ、ゆとりあるから、うーん、好きなこともやるし、やることもやるし、動画も撮れるし。だけど、一般の人って働いてるわけじゃないですか。なんで、時間がそもそもないわけですよね。時間がないのに、なんか他の情報を見てたらね、いつ時間使うのって話して。 だから僕なんかはそのね、まあ、あの、会社でこう働いてた時はもうニュースなんか見てる時間なかったですからね。全くないですね。会社に泊まってずっとメルマガ書いてたんで、だからそのメルマガを書くための勉強だったりとか、メルマガを書くためのなんちゃらの,場合の時間は使ったりとかしてましたけど、まあ、芸能人のニュースとかね、社会の状態とかね、ニュース見てないんですよ。うん。 それは時間が余った。まあ、稼げるようになったらでいいと思うんですけど、稼げるまでは一点集中ですよね。うん。だ久保さんも当時ね,ね、お客さんが朝5時にお会いしたいって言ったね、合わせてそこにやってたし、なんかまあ、うん、みんな時間ないのに余計なところに時間使ってるのかなっていう。で、おか時は金なりですか 時は金なり。要は、時間を何に使うのかに金になると僕は思ってるんですね。時は金なり。要は、自分の人生の限られた時間を、どこに時間を費やしたかによって、その得られる金っていうのが変わってくると、うん。例えば、うーん、みんなの銀行の動画、もう僕50本くらい撮ったかな。まあ、50本くらいは撮ってると思うんですけど、そこに時間を使いました。その結果、ね、これはまあネットの仕組みでね、 検索から引っかかってくるとかね、なんか関連に出てくるとかね、そういう機能があるので、過去にやった動画、そこに時間を費やしました。だけど、それが未だに回っている、未だにそこから報酬が上がるっていう。そう。で、あとね、毎月ね、自動車保険のね、あの無料申請か、もう来るんですよ、久保さん。毎月 A8 のアフリエートなんですけど。 毎月入ってますよ。自動車保険の一括見積もりサイトの。これね、無料、無料なんですけど、1800円ぐらいもらえるんですけど、毎月入ってます。これはね、動画本数少ないんですよね。動画本数10本ぐらいだと思うんですけど、でも毎月入ってるんですよ。無料見積もり。<laughs> 1800円ぐらい。1700円だったかな。うん、ありがたいですね、うん。でもこれね、アルバイトに時間を使ってたら、まあ、 タイムカード押さないと給料絶対もらえないじゃないですか。どうですかタイムカードを押さない限り絶対も給料もらえないですよね、時給で。まあ時給は逆に言うともらえるんだけどね。ネットビジネスの場合は逆に時給換算ではないので、時給で考えたら、まあ今、今もらえるかっていうと今もらえないんですよ。 うん、まあ僕と久保さんの場合はもうやりきってるので今セールスしたら何か商品売れると思いますけどもでもしょしょしょだ初期の段階ですよね初期の段階は今じゃ例えば YouTube 始めました1本撮りました給料発生するかっていうとそれはむ無理ですよね、うん、でもそこに時間を費やしてきた結果久保さんも僕もそうですけどそこに時間を費やしてきた結果結局 えー、集客につながっていて、えー、なおかつ自分でも商品持ってますし、まあ、アフリエイトもできるし、いくらでもマネージャーができると。でもそこに時間を使,いや使ってなかったらね、まあ今のポジショニングはないですからね。だから本当ね、僕やっとってよかったなと思うんですけど、YouTube 一点張りでやっといてよかったなと思うのが、なんかね、チャンネル登録もね、ビビタルなんですけど、また増えてるんですよね。なんか増えてるんですよ。<laughs> なんか、チャンネル登録しろって言ってないのに増えてるんですよね。も,うもはや、ね、チャンネル登録しないで、あの、解除しろって言僕言ってるんですけど、なんかね、増えまし、増えてるんですよね、ちょいちょい。うん。そう。ちょいちょい増えてますね。まあ、これはもう10万本ぐらいアップしたら何になるのかな。まあ、僕、チャンネル登録求めてないんですけど、ね、あんまりね。まあ、僕の商品買えって話なんだけど。 うん、だからまあ億万長者合宿でもね何のために稼いでるんですかみたいな問いを僕がして、まあ、お客様のためっていう別にそれは悪いことじゃないんだけど、まあ、実際にね,ねあの問いかけたら誰もい,、ね、いなかったですからねいや本当にお客さんのために来たんですかと本当にお客様のために金払ったんですかと本当にお客様のために金を払ってわざわざここまで来たんですかと湯がわれまで足を運んできたんですかと。 お客様のために金を払ってお客様のために時間を費やしてお客様のためにあのわざわざ湯河原まで来たんですかっていう <laughs> まあ誰一人結局いなかったですからねうんだからまあ一番最初話したそのまあ今ねロシアすごいまあもう2週間ぐらいですか全然終わる気配ないですけどうんまあそれはそれで仕方がないって で片付けるのは酷かもしれないですけども自分がやるべきことですよね。うん。要は、まあ、その情報を取りに行ってるんであるならばね、まあ、そ他のニュースも見てるとは思うんですけど、全部その、うん、価格が上がるわけじゃないですか。うん。今ね、ウクライナに対して全世界がね、いろんな援助。 していますしてると思います。うん。で、これからもするでしょうじゃあ、あなたに国が全世界からね、あなたの生活に援助はあるんですか全世界からあなたの生活、あなたが欲しいものを援助をしてくれるんですかあなたは特別に家賃タダでいいよとか、あなたは特別に電気代タダでいいよと石油高いからあなたは特別にタダでいいよとか、そういう援助はあるんですかないでしょ うん、自分の字を固めないと僕はダメだと思うんですね。まずは。うん、まずはそこ。うん、なんこれはね、まあある聞き、ある聞き方による、聞き方次第ではね自己満、自己中だとかね、自己満足だとか、なんだろうな、思いやりがないとかね。うん ななんかかそう捉えるる人もいるかもいいしれないですね例えばその昔まあ明日か、まあ、あの明日でもう11年か12年ですね東北大震災だ東北大震災起こった時に原発が爆発してでその時にねこんな時期にどのこうのみたいなね CM がね全部なくな,なくなったみたいな、ね、<laughs> なんかあの公共広告なんとか機構の CM になったっていうね <laughs> うん でも、放射能が流れたとしても、ビジネスは回ってるし、世の中は回ってるし、お金は必要だし、実際に、なんだ、その放射能がこう出たことによって、あの放射能測定器がバカ売れしたりとかね。うん、なんだろうな、まあ、結局、まず、まずは、僕は自分を大切にするとか、まあ、他人を大切にするとかね、他人の思いやりっていうのを否定してるわけではないんですけど、 自分の思いやりっていうのはダメなのっていう、うん、自分の生活を守ることは悪なのかと自分が叶いえたいものを叶えようとする行為は悪なのかって話で、うん、僕は悪でも何でもないと思うんですよね、うん、でもねじゃあこれもね多分ね多分イエスって言えないと思うんですけどじゃあそのウクライナが今ねすごい大変になってますと まあ男性の方にか、まあ、女性の方はちょっとあれですけど、じゃあ男性に問うけども、じゃあウクライナ行って戦争、あの兵隊やれますかっていう、そう思ってるんでしょ、そう思ってるんだったらウクライナ行って兵隊,兵隊してきますかといや、いいですよ、人を殺さなくていいと、ただ人道の,その人を守る、やりますかと、そう思ってるんですよね、と、ウクライナのこと大変だな、かわいそうだなと思ってるんですよね、じゃあ行けますかと。 いける人はす僕はすごいと思いますよ。うん。でも僕は、行かないですね。申し訳ないけど。うん。だって行ったら、あの死ぬ確率まマジで高いじゃないですか。どう考えても。うん。そう。なんかね、あれなんですよね。あの、やっぱ思ってることと、 行動がね、結構ね、考えてることだって思ってることと人間っていうのは、その表、表向きと裏的なところが、反映するところがあるんですよ。なんかこの話をするとね、例えば受け取り方の人にとっては、いや、そういうのじゃないんですよ、吉谷さんみたいな。いや、それはちょっと違いますよね、みたいな人もいると思いますよ。うん、そういうのじゃないです。じゃあ、どういうのなんですかと。だって、言って一人でも助ければいいじゃないですかと。 うんね、じゃあその、ね、その、自分の全財産、ウクライナに、じゃあ、行かなかった、かりました、行かないとするな自分の全財産あの、送金できますかと。募金できますかと。今、募金活動もされてると思いますけど、募金できますかと。いや、全財産、募金したら、僕たちどうやって生活するんですかって今度言うでしょ、多分 <laughs> そういう、そういう極端のんじゃないんです、みたいなね。 でも僕は人生は極端に振らないと、うん、ダメだと思うんですよね。極端に。なぜならば極端なんですよ。社長か社員っていうもう2極じゃないですか。雇われる側、雇わられる、雇わられる側なのか雇う側なのかっていう2極なんですよ。男と女、北極と南極みたいなね。S 極と N 極みたいな。極,極端なんですよ。 だどっちになりますかっていう。社長になるのか、雇われる側になるのか、雇う側になるのかっていう。まあもう一つあるんだったら、雇わないけども自由みたいなのもありますけどね。僕も今雇ってないんで。まあ自分を雇ってますけどね。まあ言うならば。久保さんも自分を雇ってると思うんですけど。<laughs> うん、あ結構ね、うん、そうは思ってるんだけども、 そういうオブラードのものに包んでしまうというか、うん、ただやるべきことをしっかりいやだから僕はねあのウクライナの、まあ、今日の朝もニュースずっと見てるんですけど見れば見るほどやらんとあかんなっていう本当、うん、世の中今後どうなるかわからないけれどもお金は必要だしあの身が引き締まりますよねやらないといけないなしっかりと。 僕は見れば見るほど自分は、自分はこう、こう、こうなんだろうな。こうし、やらないといけないなと。人生何があるかわからないなと。そっから僕はそういう学び方をしてますね。大変だなと。やっぱね、子供の映像とか見るとね、もうきついっすよ。久保さんも多分ね、見てると思うんですけど、子供のね、 あの泣きじゃくる感じとか、あとその映像であったんですけど、この1歳なんか空、空爆受けてね、1歳ぐらいの子が病院に担ぎ込まれて死ん、あのもうこうやったんですけど、死んじゃってね、まあ廊下でめちゃくちゃ泣いてましたけど、ど,どうですかね、普通に生きてて、普通,普通に生きてたら、なんか爆弾が来てね、1年しかまだ生きてないですよ、1年ちょっとしか。 あとね、その、知らない国ね。あのなんか、あと、おば、おばちゃんも叫んでましたね。おばちゃんも叫んでる映像見たんですけど、もう何もない、電気もガスも、住むところもなくなっちゃったよと、助けてください、薬も何もないと、水ものはないみたいな。うわーってお、おばあちゃん、おば、おばちゃんが叫んでましたよ。うん。だから、まあ、僕はも、ま、う、あ、地球のどっかでそういうところは怒ってると。 だけど、今僕は日本に生まれたから、あのこれはもう逆に言うとありがたいと。だから全うすると。この幸せを全うするというかね。日本に生まれたっていうことを、まあ今後日本も分かんないですけどね、本当に。ロシアがその非,非なんちゃら国にこう出したリストあるじゃないですか。制裁してる国に対して。 もう焼けだから焼けっぱちになってね、こう核爆弾全部の国に打ち出したら、こうどうなのかなみたいな、<laughs> まあ、ロシアがどれぐらい核爆弾持ってるかわかんないですけど、一斉にね、一斉に全世界に核爆弾打ち出したら、日本も飛んできますよね、た分。うん 僕ねロシアがね、多分僕、僕の見解ですけど、本当に第三次、ロシアが全世界に核爆弾勃発さしちゃうんじゃないかなっていう、なでもう、うーん、なんだ、経済その、ロシアを止めるためにって言って、い,いろんな国がまあ加担してね、やってますけど、なんか油に水注いでんじゃないかなみたいな、<laughs> 僕はね。 うん油に水注いでんじゃないかなっていう見方も僕ちょっとしてるのでだってプーチンがねもうなんかもうだってぶっちゃけ言うとプーチンさんはもう年じゃないですかね多分79か6結構もう年ですよねだからぶっちゃけとそんなにもう長く生きられないわけじゃないですかそのプーチン自体が。 まあ100年まで生きるんだったら、あと20年ぐらい生きれるかもしれないですけど、でももう、もう年じゃないですか。だから別に死んでもいいやってなったら、プーチンがね、死んでもいいよと、俺どうせ死ぬしみたいな、<laughs> みんな死のせみたいになって開き直っちゃったら、まあ、今も開き直ってる部分あると思いますけど、これもっと開き直ったら、とんでもないことになるんじゃないかなっていう。<laughs> うん、だからまあ、うーん、でもな、その、 難ししいでしょうねうねんだから本当、国民がそのプーチンの核爆弾を撃つってなった時に、いや、それは大統領、まずいですよって言える人がいるかどうかですよね。多分言えないんじゃないかなと思うんですよね。言えるんだったら、とその核を撃つっていうところは控えられるかもしれないですけど、それ、止められる人がいないんだったら、なボタンを押しちゃうでしょうね。うん というか、ロシアも多分あんだけ経済制裁、どん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 厳しくなってるので、多分その、多分ロ一般の人たちもね、確かにロシアがやってることは悪いことかもしれないけど、私たちは何もしてないよっていう、この不平不満が絶対あるはずなんですよ。要は確かに、今、ロシアがやってることは、自分の国がやってることは良くないことかもしれないと。 いやでも私たちは何もしてないのに、なんで私たちがこんなにひどい目に遭わないといけないのっていう不満が絶対あるはずです。だからその不満がね、違う方向にずれたら、まあいいや、ロシア終わりだ、ボタン押しちゃえ、みたいな、なんじゃないかなと思うんですよね。うん。まあ本当にね、まあ今は平和ですけど、日本もなんか、ね、そのロシアが核爆弾を撃つ瞬間に北朝鮮が よし、今チャンスだ、ポンみたいな。<laughs> なんか北朝鮮も今ミサイルちょいちょい撃ってるみたいですからね。うんら今やるべきことやるしかないですよ。今日を生きるしかないですようん。今日を楽しむ、今日を全力でやるしかないんじゃないかなと思いますけどね。うんで、まあ金は必要ですから。金は稼がないと。 だ僕がね、ぶれない理由はね、やっぱ、お金の大切さをやっぱ学んできたし、久保さんもやっぱ、やっぱこれがやっぱでかいですよね。久保さんもそうだと思いますけど、うん、従業員の給料を払うために頭下げて金作ってきたりとかしたっていう、この経験が僕は非常に人生の中で大きかったですね。うん。自分のためじゃないです、これは本当に。従業員の給料を払うために完全100%ですね。 自分の貯金も全部入れるしね頭下げて金借りてくるしうんそれをやったからこそ僕はお金の大切さお金が重要っていうのがもうしみじみわかります、ね、しみじみ金は絶対稼がないといけないと絶対だとうんあれは僕の人生の中ですごくいい経験でしたね 人の給料のために、うん、消費者金融ね、回る、銀行回る、自分の貯金全部入れる、うん。まあ多分普通に生きてたら多分ないと思うんですよね。そもそも雇う側にならないから。そもそも雇う側にならないじゃないですか。一生雇われる側なんで。うん。もうお金は大切ですよ、本当に。稼がないとダメです、絶対。これはマストです。金は血です。 いってらっしゃい。